浦木は、秋田県南秋田郡八郎が多町にあった、日本の城である。左の山は、高岳山右の丘陵が、補助補助の西には、高岳山が隣接している。高岳山と隣接する場所には、補助上主の三浦兵本を森永が自陣したとされる、村雲の滝があり、公園として整備されている。補助の東には、秋田自動車道があり、尾根が破壊されている。 補助に登るには、八郎型町裏大町の上福院の奥の駐車場か、村雲の滝近くの駐車場から登ることになる。裏木は、標高が約120メートルで、長さが700メートルの細長い山城である。帯来跡や、出丸跡、空堀跡、土塁、井戸跡がある。また、本丸跡には、歴史学習館が作られている。高岳山との境は、 V 字型に掘られている。これは、ヤゲン堀と言われるもので、掘られた部分の通路になっている部分は、通称、クピトの坂と言われている。裏木は、高岳山に連なるため、上域と山を区切るヤゲン堀を設け防衛線としたと、考えられる。クピトの坂から階段を登ると、帯車に覆われた平地が現れる。ここは通称、屋敷跡と言われている。東に進むと、 加熱軌道跡がある。ここには加熱軌道が再建されており、実際に音が出る加熱器が吊るされている。さらに東に進むと、本丸跡には大きな石が置かれており、片面が平らになっている。これは昔の補助の基礎石ではなかったかと推定されている。また、5から6センチメートルの丸い小石が置かれている。 これは城を防衛する際の石ぶてではなかったかとも、教門の字を書いた、教門石ではないかとも言われている。また本丸跡には土を掘った井戸跡があり、大きくえぐられている。現在補助は、NPO、補助の歴史を伝える会によって整備されている。衛星図補助の上司であった、三浦兵庫守森永は資料によって記述が異なるが、いずれにせよ、檜山安藤氏と、港、 安藤氏との港合戦で、港、安藤氏側に立ち、港合戦で敗れた後に、補助に牢城し、檜山安藤氏に敗れ自陣したとされる。戸部正直の王英景軍記によれば、森永の妻は、御前流で男子を産み亡くなり、着難は一日た市の西元寺の近くに、押し切り城を作ったとする。森永は、日山城近くまで領地を持っており、 檜山城近くの地理に詳しいので港合戦では港、安藤氏側の総大将を務めたともされる。菅江雅美は1806年に補助付近に到達し、付近の様子を霞月星に記録している。菅江雅美は北側からこの地に到着し、まず滝が細く落ちていたと記述している。三浦兵庫と吉豊がいた頃の城跡は高く今は田や畑になっているが、 その昔の様はわからない。本るは、御座の間、馬だし、大金をかけた櫓跡は、あそことそばにいた人が教えてくれた。今は他や畑になっている。絡めてのほとりに、他に水を引く大きい池があった。堀の跡かもしれないなどと記録している。現在は杉林になっている裏木は当時は畑になっており、村人が山の上で畑を耕している様子がうかがえる。 秋田通貫2251980年9月1日発行秋田県遺跡地図情報補助秋田県公式 HP ハット補助後八郎型超公式 HP 八郎型超公報紙2007年8月号ありがとうございます